国道百六十九号起点奈良県奈良市、県庁東交差点国道百六十九号終点和歌山県新宮市橋本交差点国道百六十九号は奈良県奈良市から和歌山県新宮市に至る一般国道である。吉野郡下北山村へ桑原起点の奈良市から中和地域である桜井市、柏原市や高市郡を南下し、同県の南東部にあたる 吉野国吉野町、川上村、上北山村、下北山村を経由する。その後は、三重県熊野市や和歌山県の飛び地で知られる北山村を通行し、新宮市熊野川町から先は、国道168号との重複となり、終点新宮市へ至る路線である。おおむね整備されている国道であるが、T 半島の険しい山間部を通過するため、熊野市以南は、 未整備の境外路が残る。国道42号、国道309号などと合わせ、京阪新地区から熊野市や新宮市以南への最短ルートとしても、機能している。ただし、吉野町から下北山村までの区間は陶器に、凍結や積雪がある。沿線には、吉野山という日本有数の桜の名所があることから、行楽目的の利用も多くなされる路線である。 また、新白母峰トンネルのすぐ北では、大台ヶ原への唯一のアクセス道路となっている、奈良県道40号大台ヶ原公園川上線と接続している。道路線は奈良県の十津川村をわずかに通過しているが、道村内の管理者は奈良県ではなく和歌山県となっている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起襲点及び、経過値は次の通り。 道路法に基づく二級国道として初回指定された路線の一つである。国道指定当初は、新宮市から三重県南室郡木本町を経由して、大和高田市に至る路線として指定され、当時の起点と終点は二級国道168号と共通していたほか、新宮市から南室郡木本町までは二級国道百七十号と重複していた。道庁からは、 現在の国道309号の経路で北上していた。1975年に、熊野市経由から国道168号と重複して、和歌山県東室郡熊野川町経由に変更し、旧道の内熊野市飛鳥町小坂道市、伊佐都町桃崎は1970年に指定された、国道309号の単独区間に、また、 奈良県吉野郡上北山村道郡大淀町の区間も国道309号が道郡天川村経由に変更された。その後、1993年には奈良市から柏原市にかけての区間を編入することで現在の国道169号の区間となった。2007年1月30日午前7時30分頃、 奈良県吉野郡上北山村西原付近で大規模な土砂崩れが発生し、通行していた乗用車1台が巻き込まれ3名が死亡した。当該区間は斜面の地盤がかなり脆くなっていることが判明したことから、復旧工事には2ヶ月以上を要したが、同年4月20日の午後5時より通行止めを解除し、暫定的に片側交互通行となった。 引き続き高級的な災害復旧工事が行われ、同年9月28日には対面交通による通行が可能となった。だが、この災害が起きたことによって、上北山道路が建設されることとなり、現在では数様たトンネルによって災害箇所を迂回することができる。桜井バイパス、奈良県桜井市芝国道370号との、 重複区間奈良県吉野郡大淀町、新野トンネル道の駅奈良県柏原市小坊町、交差する場所の格好書きは地名、それ以外は、交差点名、インターチェンジ名で表示。ありがとうございます。